たんですよね。一つ、思うのは、前奏なれども、ある言葉ありますね。で、たとえ前奏でも、御所は地獄に落ちるっていう、ことが、を聞いたことがありますが、それを考えてしまうと、ですね、ちょっと本当に見上げがつかなくなってしまうんですね。そうなんですよ。うん。突き詰めるとね、群衆の層うんぬんでね、その人も、10階のどこに生まれるなんてことは、正直我々の目では絶対わかんないですよ。で、御所よーく読んでいくとね、よくそこで矛盾するじゃないかっていう反論する検証官もいるんだけど、いますよね。でも何だってそれは日韓商人の言葉だからね。前奏の。そうですよね。うん。たとえ前奏なりとも、他州他門のものは地獄に落ちていると。じゃあ、大商人の言葉を日韓商人が否定したのかって話になるじゃないですか。そんなことありえないわけですよ。ありえないですね。で、こういう時に、絵図を加えるとですね。どういう意味でこれをこう解釈したらよろしいかと。これはね、別に、宗門の公式見解ではないんだけど、所属してるお寺のご住職のいろんなご指南を総合して判断すると、民会にまで出てきた人っていうのは、タゴゼにものすごい禅を積んでるわけですよ。そうするとね、一生やそこらで民会にまで出てきた人が、その一回で無間地獄まで落ちるなんてことは、めったにありえないんですって。論として。積んできた功徳があるわけだから、任界に出る。それが一生の間の出来事で、その無間地獄っていう一番最悪のところまで落ちるってことは、よっとの悪いことやらない限りは、むしろできない。無間地獄に落ちたくたって、そう簡単に落ちれないってことなんですよね。大乗人様の御所のあそこをよく返すと、結局その無間地獄に落ちるものの層をおっしゃってるわけよ。なるほど。そう。だから非常に稀なケースをおっしゃってるってことなんだよね。任界の人は普通の人から言えば。あそこに当てはまる人は誰かったら、まさに浅井松栄とか、池田大作とか、あるいは普通の僧侶の、行為のものね。非常に、あのものどもとか、東修行の教祖とか。ああいうものが、最後の最後に、みんなには見せられないような層を蹴るということを断定されたお示しなされた御所っていうふうに配すれば、そうすれば日韓商人の御所はご指南は一体何を仰せかって言えば、一般的な臨終のお話をされてるというふうに取ればいいわけですよ。そんな極悪人じゃなくてね。だから、もっと厳しく、たとえ悪僧なりとも、法華経の信者のものは、成仏すべきことっていう、そのもう一個のセットの言葉もあるわけね。あ、それもあるんですか？はい。ということは、日蓮宗主の信仰していたって、ご存知であるような、その完全な、この真っ白で、ピンク色で、トロメンのお得で、ガモンのお得でっていう人は、逆に言うと、そんなにもいないってことよ。それはさっきの話と全く逆に読むと、その成仏の僧の御所っていうのは、本当にその、極善の成仏を遂げるっていう人の話であって、みんな信心してる人って正直、法華経の中だって、本当に、みんな中がみんなそう信心してるかっては言えないですもん。ああ、そうですよね。うん、だって賢隆小衣装ってとこには、その大乗人の仰せに本当に神仏随従した一生を遂げないと、日蓮の弟子といえども地獄に落ちるって仰せですからね。そうすると、そういうことを総合的に判断すると、やっぱり地獄に落ちる層と、成仏を遂げる層っていうのは、その究極の善悪ともに究極のところの話をされてるんであって。一般的には日韓商人の仰せの通りだってことなんですよ。伝統っぽく見えちゃって、やっぱり正しい信仰をやってなければ、最終、いきなり地獄に落ちるって意味ないんだよね。三悪道に惹かれてって、徐々に徐々に落ちてって、最終的には地獄に落ちるんだよと。そして、いくら法華経の信仰してる人でも、正しい日蓮宗の信仰してる人でも、本当
太上人様の仰せの通りの一生を貫かなかったら、やっぱり顔では死ねないんだよと。ああ、そうですね。だからといって、全然悪行には落ちないよと。そして、今の原理の逆で、その根性の積んだ福徳によって、来生はもっと信心の強情な法華行員で生まれてきて、さらにそこで頑張って、そして、後々必ず御所に説かれているような完璧な成仏の層を現じて、そうして成仏の境界に行きますよと。ああ。そういうふうに越通すれば、御所と日観上人の仰せは全く相矛盾しないってことになるんですね。ああ、なるほどね。